私に挑戦するの？本気？アグネス・タキオンだ。私の力が必要か？注目の一番人気4番アグネス・タキオン、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。2番人気16番ダイワスカーレット、1番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。さあ出走だ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のアグネス・タキオン、2枠4番での出走、人気と実力を兼ね備えたダイワスカーレット、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ダイワスカーレットとアグネスタキオン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、第4コーナーカーブ、ダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、2馬身離れてアグネスタキオン、1馬身離れて5番、1周目のスタンド前にかかってゆく6番、5番手内1番、さらには14番、内にはウォッカ、さらに7番、その後ろに2番、さらには8番、外から行く3番、そして外目をつきましては11番、内から10番、後方2番手に川上プリンセス、最後方12番、ダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー、先頭から後方まで間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。依然先頭はダイワスカーレット、続きましたアグネスターキオ、その後6番、1馬身差5番、5番手13番、外14番、そしてその外ウォッカ、内を回ります。1番、4馬身離れて3番、さらに7番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身。現在1番手はダイワスカーレット、すぐに続いてアグネスターキオ、残り 1000m を通過。5馬身差6番、そして5番、1馬身差ウォッカ、少し後ろから14番、その後13番、外で1番、2馬身離れて3番、1馬身離れて7番、1馬身差2番、8番、並んできた川上プリンセス、並びかけてきた。そしてその内から行ったのは11番、1馬身離れて12番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ダイワスカーレット追いすがる。アグネスタキオン早い早い、もはや独走状態。20分を通過。アグネスタキオンこれは強い、余力を残したまま。アグネスタキオン大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。勝ったのはアグネスタキオン、2着はダイワスカーレット、3着に入ったのはウォッカ。これが研究の